里崎チャンネル。さあ皆さんこんにちは、ね、ここです。コナミさんに来てます。 e ベースボールクロスベーススピリーグのロッテ監督に就任しましてですね、このプロリーグの予選になんと勝って勝者3人メンバー今日集まってるということでですね、しかもまだ会ったことありません。タカちゃん1位だったらしい。すごいですね。すごいね。 KTM、はい、ライクこの3人が勝ったらしいのよ。出れてねえよ。出れてないですね。予選参加したけどもう予選落ちだよお前。2万位だよ。2万位完全楽勝で予選落ちしたよ。一応出たよ予選は。予選2万位なんですけど一応監督にはそうそうそう、予選2万位だけど監督なのよ、はい、それはやっぱ格がね、はい、違う。俺腕はないけど指揮官の指揮力あるから。そうですね。優勝するための秘密兵器を今なんか準備してるらしくて、はい、それをちょっと俺も監督なのに俺知らないのよ、はい、何してんのかこそっとこそ練してんじゃねえよってこそ練してんじゃねえよっていう。だからね今回はドッキリ企画です。このこそ練に何してんだっていう突撃します。どういう反応するか楽しみだ。そうですね、うん、佐藤さん知らないってことはないですよね。ロッテなので、ね、まず行った瞬間に俺のこと知らなかったらもうクビだね。勝ったけどねやっぱり。紳士だ、紳士のスポーツだから監督を知らないと。そう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 、基本的にはということでね、今なんか打ち合わせしてるらしくて、はい、まあ、俺が来てることすら知らないらしいから、はい、ああそこでガチロちょっと行きましょう。行きましょうか、はい、はい、お願いします。さあということでね、e スポーツギタースクール来ましたよ。強さの秘訣がここにあるらしいね。今ここにいるらしい。ドッキリだから俺も初めて見るから。なんかすごいかしこまって聞いてんで、ね、なんか話聞いてるけどすごいなんかかしこまってなんか聞いてるんで、ね、すごいすごいちゃんとした姿勢、なんか面接かっていう思いでいいの。そんなびっくりした感全く出てなかった。調査の皆さんですか。みんな、なんか強さの秘訣をこそ練してるっていうのを聞いて監督も知らへんのに何やってんだよ。俺のことは知ってんだよね。もちろん知らない場合はもうクビだったんだけど。で、何やってんですか。やってないですね。自分たちのオリジナルのガムを作ろうっていう企画です。おマリーンズの選手たちも噛んでるやつを、はい、だってマリーンズもねこのガム噛み出してから成績がカスタマイズしてね、うなぎ登りになって、俺らの時はドラえもんガムだったよ。ありますよね。でもどうですか今回の大会。いやあれですね、もう優勝しか見えないですね。そう、見えてます。見えてます。いや僕ももうずっとプロスピーエースやってんですけど、はい、そんな強くないですよ、ロッテ先生。バイナスよな。ここなんですよ、ここ。あ、おですか。ここで挽回してください。じゃあ一つだけ言っていいですか。3位なのによく喋るよ。ここでって負けてんじゃん。負けたんじゃん。いや、予選1位だったんですよ。そうなんですか。予選1位だったんですよ。エース誰ですか。エース石川。いや、石川選手と見せかけてちょっといろんな戦略を実は、ね、あるんですか、はい。じゃあ日本一になって胴上げしてください。まあ、力があれば胴上げしたいと思います。いや、あるでしょ。普通に大丈夫ですか。え、なんで優勝してるのに口数少ないんですか。めっちゃ緊張する。なんか知らないで聞いたら1位、2位、3位みたいな。じゃあまずは形状からですね。粒タイプと板タイプの2種類ありますので、どうでしょう、実際に噛んでいただいて試しますか。最初に板の、はい、
けじゃん。うん、うまい。多数決で、佐藤さん、よろしいでしょうか。大事ですよね、やっぱりこういうチームでの。そうそうそう、それはもう、一番最初の多数決でも、多分全員が同じやつを選ぶと思うんですよ。なるほど。まあ、それがやっぱりね、もう意思の疎通が大事だから。大事ですね、監督はそういうとこ見てますね。そういうとこ見てます。そういうとこ見てます。今シーズンの戦い方ですね。そうですね、はい、大事です。まず一番最初のね、チームとしての統率が取れるかどうか、一番最初の。大事です。はい、じゃあ目をつぶってください。いたらいいと思う人は、右手。粒がいいと思う人は左手を上げてください。いきますよ。せーの。はい。目を上げて。おお。おお。おお。ロッテの3位通過で、ね、今回の代表選手になったわけですけど もチームの中で、ね、もう自分がもう引っ張ってくらいの、ね、もう3位ですけど、ね、3位ですけど、まあ、引っ張ってくらいの気持ちで、ね、ぜひ優勝を導けるように頑張っていきたいと思います。優勝目指して頑張ります。今回代表にならせてもらいました、今本隆史と申します。正直、緊張もすると思うんですけども、最後まで自分らしくプレーできるように頑張りますので、恥なくプロらしく戦っていきたいと思います。頑張ります。マリーンズの中で、まあ、一番上に立ってでチームを引っ張る、まあ、役割なんですけど、やっぱ予選からずっと、まあ、高掛けギターもプロスペもユーザーもそうですし、ファンの方々の思いも背負って今回
3人で代表になったんで、和の心、I believe、 それを信じて戦うだけです。応援よろしくお願いします。はい、監督の佐々木智也です。今回はですね、必ずや完璧な布陣を揃えましたので、絶対チャンピオンになってですね、皆さんの期待に選手たちは応えてくれると思います。監督は何もしなく楽しんで応援したいと思いますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。